ヒカルさん、マエスさん、ササミさん、ロケマさん、誕生日のお祝いありがとうございます。まあ1週間、まあ、誕生日プレゼントとして休みもらったんですけど、まあ家で過ごしつつ、彼女と1日は絶対、旅行は無理やから、まあ、ご飯ぐらいかは、まあありがたくね、行かしてもらいます。去年の誕生日からまあ早くも1年なんですけど、この時計をなんかもらってからなんかめちゃくちゃいいことが続いて、まあ賞金レースでも結構勝てるようになったりとか、また彼女ができてですね、でまあそのお祝いも、まあ、もうしてもらって、でまあボーナスもらって、で、この引っ越してきた家も契約してもらって、家賃も払ってもらってて、まあ正直めちゃくちゃお世話になりっぱなしなんですけど、まあその恩を、まあちょっとでもね、ヒカルさんとか、まあ、マエスさんは本当に忙しいと思うんで、まあ小さくてもいいんで、これからずっとまあ一緒にいるでしょうから、僕は痛いんで、ちょっとずつね恩を返していければと思ってます。今日からまあまた1年、とりあえず1年ですね、普段と変わらずですけど、編集動画撮影頑張って、でまあまた来年ね、誕生日幸せに迎えられるように、ヒカルさん、マエスさん、ササギさん、ロケマさん含め、まあその見てくれてる人、視聴者の人にはやっぱり応援してほしいですし、まあヒカルさんがね、まあどんどんでかくなるように、まあ、みんなで支えていければと思います。誕生日お祝いありがとうございました。